はい、チームTLFさん、トジです。いつもありがとうございます。この間僕ライブこうやりまして、自分のバンドでね、うん、で自分のバンドで自分のお店でライブやるので、あの PA がねいないのね。だからもうだいたいこんなもんだろうでやるんですよ。あのもうしょうがないから、フェーダー的なものはさね、もうしょうがない。でリハやったんだけども、一応リハやって、で、まあそうだね、僕以外のドラムとかギターはもう僕が調整できるんで、僕が調整できないのはボーカルですよね。自分のボーカルって分かんないじゃないですか。でリハの時にね、その、まあ、うん、このくらいだろうとやったらね、あのちょっとね見ててくれた人がね、あのちょっとボーカルが強すぎると、私のトシさんのボーカルがでかすぎると、だからもうちょっと下げた方がいいんじゃないのみたいなことになったのね、うん、でね、それそう、たかだかね僕のボーカルですよ、わかります。言いたいことはですね、僕なんてね、声は細いわ、高い声出すと声細くなっちゃうし、声量も特にないわね。たかだか僕のボーカルですよ、本当に。僕にねボーカルと名乗るなんてね、もう恥ずかしい。ベース弾きながら歌ってるんですけども恥ずかしい、あの声ですよね。まあ音程も危ねえしまあいいや。でほんとね、それがね、トシさん声 でかいから下げた方がいいって言われたんですよ。これね、あの僕はねちょっとね、ちょっと自分で驚いたんですよね。そんな声でかくないぞと僕は、うん、で他のねバンドの時ね、ボーカル聞こえねえな、どうしようかなっていう悩むことはまあ多いんですよ。やっぱしどうしようかなって、弱ったなって、まあ多いんですよ。なんとか工夫して抜けるようにするんですよ。違う系統で音出したりするんですよ、実は僕は。あのこれはあんまり詳しく言いませんけども、でね、ボーカルだけね浮かすためにでね、そういうねちょっとねいろいろ工夫してるんで、だけどたかだか僕のボーカルでねでかいって言われたんですよね。でまあじゃあちょっと下げて、あちょうどよくなったよってなったんだけど、うん、これ僕ね、はたと思ったんだけど、皆さんね、僕が基準になっちゃうのもなんだけど、いや本当僕はね、何度も言うけどね、そんなねボーカル名乗るほどね声なんか全然でかくないんですよ。ハードロックできるほどですよ、うん、だけども、皆さんいかにね声が小さいのか、あるいはマイクの使い方が下手かですね。これ多分ねマイクの使い方下手ですね、これ大きいと思う。僕が自分でですよ、僕がロニー・ジェームズ・ディオじゃないのは分かってますので、マイクにきちんと自分の声乗せなきゃ多分これ無理だなって分かってるので、やっぱりいろんな他のライブ行った時にもね、やっぱりあの声負けないように出さなきゃいけないっていうのはもう身に染みて分かってますから、マイクにねベース弾きながら歌うんですけれども、まあ弾いてるとそのもう基準がないんだけど、マイクに口をつけるっていうのを基準でやっちゃってるんですね、うん、そうするとで、しかもマイクの真正面にちゃんと口を入れる、横からとかじゃないよね、横からとかじゃない、あの指板見ちゃうと横になったりするじゃん。それも頑張って目だけで指板見て、口はなるべく前にですよ、なるべくマイクのど真ん中に口だけは行くようにして、こっちをなんとかこうチラチラ見ながらとかさ、まあ、見るときはしょうがないけどでね、やってるわけで、口でマイクを押すような形ですよ。もうこれはね、僕が好きなアーティストの写真見るとみんなそうやって歌ってたんですよ。結構昔の子供の頃のって動画ないからさね、こう見るとさ、スージークワトロとかさ、もう口くっつけてこう歌ってるわけ、ベース弾きながら、こうやって歌うんだろうなって思ってたんですよ。あのロックバンドだからうるさいしねって、大体みんなそういう写真多くなかったですか、昔の写真って、海外のねアーティストの。だからそうなんだろうなと思って、そうやって歌うとやっぱ自分の声がちゃんと入るんだなっての分かりましたからね。だからね、そういうね、そのうんところ、だって見てると結構ね、ちょっと自分の声が聞こえないんですけどなんていう人って、まあ、結構話してるんですよね、マイクからね話して歌ってるんですよね。それは聞こえないだろうって思いますもん。なんで つけないのって。うちちゃんと消毒してるし、あと自分のマイクつく、あの持ってきてる人でさえつけなかったりするのよ。でね、確かにね、理想はね、ここさちょっとだけ開ける、よく指2本とかさ、何センチとかさ、ちょっと開けた方がいいってまあ聞きますよ、うん、確かにそんなの綺麗かもしれない。
ちょっとくっつけちゃうとちょっとオーバーロードし知る可能性もなきにしもあらずなんだけど、でもまあそれはロニー・ジェームズ・ディオだからよね、そうグランボネットだからよ。だからね、そうじゃない人は、そうじゃない人はちょっと弱い声ね、あんまり強くないんだなって自分で自覚ある方は、まあもうライブだから聞こえなきゃどうしようもないんで、くっつけるとかさ、工夫しないといけないと思いますよね。そう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 、だからね、本当ね、僕たかが僕のボーカルでね声がでかすぎるって言われたんです。いつもの声がちっちゃい人用にちょっとセッティングしてみた見たんですよ。僕もあんまり声大きくないからって言って、声がちっちゃい人用のタクの状態でステージ上がってボンってやったらちょっと大きすぎるって言われたんで、たかが僕のボーカルでこんなでかいのかと思って、ほんとそう、たかが僕のボーカルですよね。まあそんな感じでね、工夫して見てください。はい、また聞いてください。ありがとうございます。